ニュースポストセブンです。池谷幸雄さんが3回目の結婚を告白しました。22歳で体操を引退し、その後はタレントに転身した池谷さん。芸能活動以上に話題を呼んだのが奔放な女性関係でした。1995年に最初の結婚をした後、1997年に池谷さんの不倫が発覚し、翌年に離婚。2000年には12歳年上の女性実業家と再婚するも、2004年に離婚。2020年には二股騒動がワイドショーのネタになりました。池谷さんは、これまでの女性問題はすべて解決しているし、彼女も知っていますと話しています。ニュースポストセブン。